あがたさん、ぐーっとターンの後半に内倒していかないようにぐーっと、素晴らしい外傾の意識がバッチリできてて、最後まで外足にしっかり乗れています。あ、こっちがちょっと今甘かった、惜しい、危ない危ない。うん、これ誰だろう、井上さんかな、違うかな。いや、井上さんっぽい、素晴らしい井上さん。本日外傾外向外足荷重のトレーニングをバリエーション5今撮っております。いいんじゃないでしょうか井上さん、バッチリです。はい、樋口さん、樋口さん、中島スタンバイです。ちょっと待ってくださいね、中島さん。ゆうさんはスライターです。スライターですが、お、いいじゃないですか。この肩のライン、腰のライン、膝のラインが雪面と水平になってる感じがよく出てますよね。素晴らしいです。はい、中島大先生。さあ、外傾、外向、外足、お、ちょっと外足流れてると、お、外傾の意識が素晴らしい、この外肩じゃない、肩のラインが雪面と水平なのが、はい、どうぞ。はい、三浦さんかな、はい、どうでしょう。お、ここまで OK、 ここも OK、 ごめんごめん、ここも OK、 ここも OK、 すごいじゃない三浦さん、みんなほら肩が一つも内倒してない、バリエーションの効果が出てます。どうぞ。はい、しだらさん、しだらさんもともとそんなに内倒するタイプではないですが、さらにほら年齢が5歳ぐらい若返った滑りになりました。この力強い外傾姿勢、遠心力に負けない外足荷重、素晴らしい。ちょっと待って、あれどこ行った、あ、これか。はい、世界のアイドル、川上優輝選手。世界、あ、世界行ってねえか、まだ。インタースキー行ってねえか。日本のアイドル、川上優輝選手。フリースキーでございます。ポジションですよ。ターン後半の板の走りに、遅れないように。はーい、りゅうちゃん。りゅうちゃん、ポーン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 。はい、はい、はい、はい。外足に乗り込んでから内傾角を取ってくるんだよ。ただ体を放り込まないように、特に左足外側。はーい、山田先生。今シーズンよりシーズン会員で登場でございます。いいんじゃない山田さん、この左手が遅れて出てくる癖も1シーズンかけたら随分良くなりました。もうほとんどその癖が見えてきません。そのぐらい治りました。肩のラインも水平で、内頭のなの字もないぐらいです。素晴らしい。準備完了です。おのざと準備完了しておりませんので、少々お待ちいただいていいですか市川さん。了解しました。はい、秋山さん、秋山さん、振り子がちょっと大きいけれども、もう少しやはり外傾の意識が必要かもしれませんね。バリエーションがもう少し練習必要かもしれません。はい、市川先生。はい、大変です、お願いします。ちょっと待っていただけますか。こっちだな、市川さん、こっちはまあまあ、こっちが随分内倒してしまうんですね、左足外側がね。もう少し外傾の意識持ってみましょうね。特に左でね。うん。ダメ、バリエーションして。可能です。お願いします。オーバー？うん。ちょっと待ってね、ビデオ撮ろう。うん。うん。まあまあじゃない？うん。ダメ、バリエーションして。可能です。お願いします。オーバー？うん。ちょっと待ってね、ビデオ撮ろう。うん。
ママじゃない？はい、鈴木。外側の絞り外径を意識したら板にぐーっと圧がかかるようになったそうです。そんなことが分かるようになった素晴らしいジュニオリチャンピオンでございます。いぶきです、お願いします。イーブちょっと待って、はい、イーブ、ほらもうちょっと細かく足元から動く、もっとギュンギュン。植木正俊です。お、ちょっと動いてきたか。植木ちょっと待ってて、ビデオ撮るからね。急斜面だな。はい、植木。お、いいじゃない。そうそうそう、そのぐらいしっかり動いて、さっきより全然いいね。植木くん、バカナです、お願いします。いいよ、いいんじゃないか。手も安定してきてね、ちょっと後傾気味だけどね、植木でもいいよ。はい、ここからターンの前半に板が重さが乗るようにポールラインに絡めて重心を落とし込む意識の滑りの一本。龍之介です。はい、龍ちゃん、外足に一回、うん、そう、はい、乗り込みが足らないと板だけ遠く行っちゃうからね。しっかりと左右と落差方向にもしっかりと腰を落とし込まないと。はい、鈴木、ストックをつく、うん、内投する気配はこれならゼロですね。ねるあちゃん、バッチリです。お願いします。イーブ、ギュン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 。まあ、息吹にしてみたら随分動いてる方か、足下が。うん、頑張って曲げてる方だと思う。いいでしょう、一生懸命動いてる足元が。いいでしょう。植木正さん、若菜です、お願いします。はい、植木、いいよ、若菜。はい、うん、はい、一生懸命動いてるね。手も安定してきた。 OK、 こういう風にスラロームもしっかり足元から動きたいね。ストック持ってもね、植木中、お腹が。はい、ルア、バリエーション後、ここからストックつっ、ここストックをついて立つ、ストックをついて立つ、ストックをついて立つ。もう少しお尻がかかってもいいかな。ここからストックをついてお尻を立つように。もうちょっとだな、もうちょっと。ビデオ撮ろうかな、無線入れてから出て。はい、午後スラロームトレーニングノーストック、若菜、棚橋。なかなかリズム感もいいですよ。上半身の突っ込みはまあ GS 同様座長はありますがね。はい、鈴木、気持ちポジションが後ろかな、カノン。ちょっとテールの動きの方が大きいので。はい、植木、ビデオ撮ろう。 OK、 いいよ。トップからしっかり動けるようにいこう、はい、次ストック持って、はい、同じような感覚で。お、植木選手、午前中やっただけやって、ビデオ撮ろう。ちょっと待ってて。はい、あ、龍之介、龍之介、午前中散々やったからストック持っていいや。ストック持ってショートターン、スラロームターンしてみよう。よかったよ、内重心が残ってたよ。
はい、川上選手。はい、うん、このぐらい最後に外足側にあると次へのバッターンとこう切り返しというかクロスオーバーですね、軸の倒し込みも楽だと思います。でもいいんじゃないですか、あのぐらいで右手やってください。ルアー、うん、良くなったね、だいぶいいです。イーブかな、これは多分頑張ってイブ。155センチ、スラロームアトミック、いい板ですよ、しっかり曲がるはずです。はい、自分の足で曲げるんですよ、角を立てようとしすぎなんだよな。これは樋口さんじゃないな、これはしだらさんかな、しだらさんだ、お上手お上手。これは三浦さんかな、はい、リズム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 、 OK。 三浦さん、ストック持って滑ってみましょう。井上先生、新しい踊りが開発されました、リズム感最高です。井上さん、ストック持って滑ってみましょう、ストック持って。長さん、なかなかリズム感がいいですね、横乗り系でしょうか、このリズムは。ダメじゃダメじゃ、ストック持ってやってみましょう、もう一回ストック持って。中島先生、ちょっとでもリズム感出ましたよ、はい。中島さん、ちょっとリズム感出たんでストック持ってやってみましょう。山田さん、はい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 、いいね山田さん、なかなかいいリズム感。はい、井口さん、分からないきます、お願いします。ちょっと待って、はいはいはい、ストック持ってやってみましょう、ストック持って。秋山さん、秋山さん、もう少しリズム感が欲しいかも。はい、おい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 、お、なかなか元気よく滑れるようになってきました、植木選手。植木です、お願いします。ビデオ撮ろうか、何注意してきますかね、この滑りは。打ち手つくんだったら出せるけどさ、引きずってても、はい、タイム的にはね、アルペン的にはちょっとね、はい、さあ、リュウちゃん、お、お、お、いいんじゃないですか、はい、そ、はい、外足の流れが良くなりましたね。はい、ルア、あー、ストック持つと、あー、外足、ここ、こっち右足の外足どうなっちゃってるの、ストックですかね、ルアちゃんも。はい、しだらさん、うまい、お上手。しだらさん、スラロームショートターンもね、もう少しストックはね、覗き込むようなフォールラインに覗き込むような突き方の方がいいですよ。はい、中島大先生、ほう、
なんかスラロームもちょっと雰囲気が変わってきましたね、去年よりね。いい感じだと思いますよ。うん、やはりもうちょっと回し込みたいかな、中島さんも。はい、山田先生。はい、おー、山田さんスラロームも左手の遅れがなくなった、スッて出るようになった。はい、OK。 うん、山田さんもね、その場で板をぐるって回そうとしないで、こう落差をちょっと取りながら滑るといいと思います。はい、樋口さん、スラロームターン、はい、 OK、 OK、 左外側が良くなった。はいはい、気持ちポジションが後ろかな。立ち上がる時が若干上かもしれない。あぶれ、いいですか。どうぞ、ビデオ撮りましょう。はい、秋山選手、今シーズンよりカズアレーシングに登場です。大先生、若菜です、お願いします。私と同じ高崎からご来場いただいております。いいよ若菜。はい、群馬のスーパースター川上優輝、内足畳が多め、なるほど。龍之介です、お願いします。そこから内径クロスオーバーを一気に戻す、難しいことやってますね。いいよ龍ちゃん。はい、樋口さん、左手のストック、山田さん OK、 テンポも良かった、もう一本そのテンポで。樋口さん、左手のストックをちょっと外目、覗き込むようなイメージでついてます。バッチリですね。いいよ若菜、ちょっとビデオ撮ろうかな、もう一本ノーストックと同じように乗り、はい若菜、ノーストックの乗り込みと同じくらい乗り込んでます。うん、まあ、ちょっと左右の動きが大きいけど、乗り込もう、押していこうっていうのはこういうところも見えてる。いいよ植木。はい、鈴木。はい、ちょっと開いて入ってきてたので外肩先行でも、そこから先には引っ張らない滑りです。外肩先行して押し込むようなイメージ、グッ、植木。はい、リュウちゃん、ローテーションを抑え気味にして、あ、いいじゃない。うん、どちらかというと元気です、お願いします。基礎スキー寄りの滑りですね。アルペンというよりは基礎スキー寄りの滑りだったけど、ちょっと大きくしちゃいました。いや、いいんだけどさ、非常にかっこよかったよ。はい、川上選手、荷重のタイミング早めなんで、ちょっとテールアップしてるかな多分。危ね、突っ込みすぎじゃないんですか。はい、イーブ、スピードを出す、お、良くなってきた。イブキ、そう、スピードに負けない、うん、良くなってきた。この外力、スピードが増せば外力が増すんです。でもその外力に負けない足の動き、ちょっとアンギレーション強くなったけど、それも外力に耐える一つの手段、なかなかよし。はい、志田さん、 GS と同じくストックをちょっと外目についてます。これ外覗き込むようなイメージで、じゃあ行きます、お願いします。これはどう見ても40代の滑りですね、志田さん。ちょっと待って、ルアー。はい、ルアー、右足外側ちょっと開いてたので、逆前後差ぐらいを、いいじゃない。ちょっと待って、右足外側こっちね、
外腰からも前後差逆にするぐらいで今滑ったら開きがなくなりましたとさ。 OK でございます。 OK でございますよ。前後差逆前後差でよろしいと思います。ついたてローリングスライドね。はい、三浦さん構えを前にいいんじゃないですか。ポジションもすごくセンターに見えますよ。ここに持って構えてるとついたストックが後ろに流れていっちゃうんで手が下がっちゃうとおっしゃってたんで、まあ垂直につくというよりちょっとハの字にちょんって、ハの字にちょんってつくといいと思います。はい、井上先生、井上先生構えをちょっと今広め、前に広めに構えてます。こちらの方が全然かっこいいんじゃないでしょうか。井上さんいかがでしょう。うん、若返った。滑りが構えが良くなると皆さん滑りが5歳ぐらい若返りますんでね、しっかりとそこを基本キープしましょう。はい、中島大先生、中島大先生このターンは構えをしっかり前にキープで、落差とよりもターンコをちょっと深めに今意識して何ターンかやってきました。そこからのスラロームターン、いいと思いますよ。はい、永田さん、はい、前後のポジションを注意しながらストックワークもしっかりと外目について、そうするとターンの仕上げのクロスオーバーがしっかりと外側に向かっていきます。はい、山田先生、はい、トン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 、危ねえ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 、はい、トントン、ちょっとテンポ早めに滑ってます。右手が出てこないんでね、このリズムにね。どうぞ樋口さん、こうやると分かるでしょ、リズムが右手のストックワークがちょっと出てこないのがね。